タ撮りでいいじゃんって。え、なんでかっていうと、あの、うちの雨宮がもう朝、昼、夜、毎日サラダを食べるんですね。そのサラダにかけるドレッシングが、あの、青汁の、青汁じゃない青じそのドレッシングなんですよ。その量、ご飯食べてる時に、え、バンドエ、何それって言って、パッと目に入ったのが、そのドレッシングのキャッチコピーの野菜のドレスだったんですよ。え、待って、野菜のドレスよくねって、え、野菜ドレに言ってた時に、そう、野菜のドレスよくねってなって、え、一回一人でもしたんですけど、え、でもさ、ドレッシングに使われてるぐらいだったら、なんか、え、なんか法律に触れたりするんじゃないって言って、で、ググったら、まあ、ちゃんと野菜のドレスに商標登録者に載って、いや、さすがにちょっと、ライブでね、法に触れるようなことは出てきないからね。え、でも待って、うちらさ、BB の尊重、エビ尊重、エビのドレスよくね。はい、ということでエビのドレスが出来上がりました。エビのドレスは、皆さんここで見たんだと思うんですけど、まあ、海の老人ので正しい装い、清掃と書いてエビのドレスです。覚えて帰ってください。